皆さんどうも、こんにちは。魔法王国クレスティアの王者、ディリカルシャトリエです。9月29日金曜日、本日の睡眠レポートを見ていこうと思います。まあ、あれですね。ポケモンスリープの、グッドスリープデーの初日になりますね。日付変わってからの睡眠測定なので、28日の夜ですね。ほい。わかんねえ。うとうとタイプです。今日はうとうとタイプ。そして、イベントボーナスの眠気パワーかける1.5がついてくる。ナイス?というわけで、本日の眠気パワーは、1.5 倍でどこまで伸びるか。20万じゃない。2660万!イエーイ。星4来てますね。熱いぞー。ちょっと待って、見たことあるんじゃないですか?ちょっと?ちょ、見たことあるって、君。君会ったことあるよね?ちょっと、それは困るなぁ。会ったことない人とやっぱ会いたいな、みたいな。どこにいるんだ、あと一匹。いた!あらー、どういう寝顔それ。ほぐれね。寝相悪いね、君ね。かわいい。というわけで、お寝相悪おくん、チャンスついたね。で、まず寝相悪おくんに1個あげて、あとデルビルを捕まえます。よし。この子に、これを与えていくか。まあ、捕まるか満腹になるか、どっちが早いかな。そして?はい。満腹にならない。いいね。あ、あれあれあれ。君、ちょっと、後で、教室来てくれっていうかな。ちょっと、君、ちょっと後で先生のとこ来てね。授業終わった後、昼休みとかかな。ちょっと、困るんだけど。ゴーストってそんな鳴き声だったか。さ、ラスト。よし、まだ食べれる。偉いね。食いしん坊だね。笑顔も可愛いね。ほい。というところで終わりにしましょう。いやー、このお腹の上ね。まあお腹の上ね。いや、グレックルよりは、ゴーストの方がいいか。雨的な意味で。よし、よし、よし。やったー!では、プロフィール見ていきましょうか。生意気。食材確率アップ。メインスキル発生率。EXP 獲得量。いや、君は、雨です。せっかち。あーね。はい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 。あ、まあ、悪くないんじゃないですか?ねえ。悪くはなさそう。じゃあ、ゴースト、あなたは?まあ、基本的にはね、色違いゲンガーがいるので。はぁー。あー。基本的には色違いゲンガーがいるので君は雨と思ったんですが、金スキル3つにお手伝いスピードもついて、食材お手伝い確率と、EXP マイナスがちょっと気になりますが、とても良い。とても良いですね、君は。困っちゃうな。もうちょっとなんか、
不出来な子だったらよかったのに。はい。今のメンツがさ、まあ、こんな感じなんですよ。なので、食材がこういう感じになっちゃうんだよね。まあ、これでいっかな。よ。あまりにもごちゃ混ぜがすぎる。よし。栄養価の高いモーモーホットミルクができました。ぷはー。ナイスだよ。今、32% か。結構増えました。31% だったけど。わーい！わーい！夢のかけらいっぱいもらった。嬉ちぃ。という感じで、本日もお疲れ様でしたー。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントも一つ一つ目を通しているので、書いてくれたらとっても嬉しいです。それでは皆様、おつるしゃです。バイバーイ。